最底辺のはユキコの下宿、ユキコのベッド&ブレックファストです。昨日 YouTube スタジオを見たら、私の登録者が21人から22人に増えていました。ありがとうございます。22番目に登録してくださった方、ありがとうございます。日本人なのかアメリカ人なのか、男性なのか女性なのかわからないですとですね、この間21人の時のお礼の動画とちょっとかぶるかもしれませんけれども、本当に嬉しいです。なんていうか、こうやる気というか、モチベーション、同じことか。ですね、ここ急に話が変わる、ここはどこかっていうと、犬のペットシッターの仕事に今来ているんですよ。で、私外散歩した時に、ビデオ撮ろうかなと思ったんですよね、散歩してる時に。だけど散歩してる時にすごい音が、外の車の音とかがすごくて、これは中に入った方がいいなと、室内で音声を取った方がいいなと思ったので中で撮りました。ですね、私の、日々の生活がちょっと変わったんですよね。何が変わったかというと、犬の一日中のシッターの仕事が今まで火曜日だけだったんですけど、先週から毎日月曜日から金曜日までってことになって、で、ちょっと私驚いたんですよ。で、私今まで専業主婦歴がちょっと長く続いて、子供が小さいっていうのもあって、で、犬の散歩したり、散歩のアルバイトをしたり、時々通訳の仕事があったりとかしたんですけども、で、やっぱり今の犬のシッターの仕事を、もちろん情が移るんでね、可愛ければ可愛いからワンちゃんが、で、週一のものが毎日になってちょっと嬉しい反面、生活リズムがちょっと変わるのかなとか、ちょっとそういう不安とかもあったんですけども、結局今はもう朝子供が学校に行くと同時に、私も犬のワンちゃんのいるアパートに来て、茶色いワンちゃんですね、アパートに来て、で、 Wi-Fi コードとかもらってるんで、Wi-Fi があるんで、SNS をしたり、 Facebook だの、こうやってビデオを作ったりとかもできるんで、家にいる時とほぼ同じ生活と言ってもいいかもしれないですね。食べるものはお弁当として持ってきてるんで、タッパーウェアから食べてるんですよね。家にいる時は器に持ってって、まるでコミック、漫画の天井の虹に出てくる有馬の巫女の歌でしたっけ、家にいる時は器に盛るんだけどっていう、ちょっとそういう感じというか。で、じゃあ今は何をしているのかというと、朝第一弾の散歩が終わりまして、
ココア、ホットチョコレートと、コーヒーをもらいに行く最中でございます。で、まあ、コーヒーとかここでいただけるんで、まあ家での洗い物が少なくなったっていう、そういう利点はまあありますね。はい。まあここおしゃれなアパートで、まあ私も若い頃を思い出しますね。私たちも若い頃はこういうところに住んでたんでね。で、ここちょっと掃除機かけてますね。一旦止めます。これからの動画ですけれども、まあ、一応理想は日本語と英語と両方ともアップすることが理想です。ですけれども、これ英語で録画してもあんまり意味がないかなとか、これ日本語で録画してもあんまり意味がないかなみたいな、例えば、日本の人が聞いてこそ意味があるようなビデオを無理に私の下手な英語でビデオ作んなくてもいいかなみたいな、ちょっとそういう考え方もまあ出てきました。まあ私本当にトーク力がないんですけども、まあ頭が悪かろうが話し下手口下手、トーク力なかろうが、まあ、YouTube はできるとか、YouTube やってる人がいるとか、まあ、何か伝えることができるっていう、そういうチャンネルになればと思っております。では、22番目に登録してくださった方、ありがとうございました。失礼します。